ばんは。今日は講演ありがとうございました。ちょっと本当にね、なんかもう結構今日は本当に何だろう、こう感動もしたし、まあ、感動もしたんですけど、昼も夜もなんかやっぱりすごい笑顔の一日だったなって今日はすごく思いました。なんて言うんだろう、なんかやっぱり2人の人柄っていうのもあると思うんですけど、なんか本当に笑顔がたくさん溢れた今日は一日だったなってすごく思いましたね。なんだろうね、今日本当に自然とこう笑顔がすごい溢れてきた今日は昼も夜も一日だったなってすごく感じました。本当にそれはやっぱりファンの方もそうだったと思うし、そう、まあね、やっぱり卒業公演だからさ、ちょっと涙してる方とかもいたんですけど、でもやっぱそれ以上にやっぱファンの方もすごくやっぱ笑顔だったっていうか、本当に今日はいい一日だったなってすごく思いました。ありがとうございました。今日はこんばんは。お疲れ様で、お疲れ様です。今日土曜日だからさ、そう、本当は鈴木強化計画やろうと思ってたんですけど、そう、今日せっかく公演だったので、なんか明日しようかなって思って、今日はちょっと普通にお話しようかなって、だから強化計画明日しようかなって思ってます。こんばんは。うん、声お疲れ様でした。楽しかったね。楽しかった。私も結構久々の花だれ公演だったんで、ちょっと緊張してたっていうのもあったし、今日は息をする心がね、16人バージョンで初めて披露するっていうことだったんですけど、そう、実は息をする心のその16人バージョンが本当に一回その振り入れがあった以来全くやってなくって、本当にね、ちょっと不安だったんですよ。この今日のメンバーで16人バージョンやるのも初めてだったし、めっちゃ不安だったんですけど、全然大丈夫だったから良かったです。こんばんは。よかった。公演お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日めっちゃ鼻水すごくてさ、花粉なのか分かんないんですけど、なんか本番始まったら全然大丈夫だったんだけどさ、リハーサルの時とかめっちゃ鼻水やばくて、今日は大丈夫かなって思ってたんですけど大丈夫だった。よかった。声が良くて石並べ一押しにしました。ありがとうございます。声がいいからってこと？嬉しい。七並べのあの声、自分の声でもね、あんまり好きじゃないんですよね。自分の声聞くのなんかちょっとさ、気まずいっていうか、ちょっとね、恥ずかしいっていうのもあって、なかなかなんか自分でいいなって思わないですよね、なかなか。お疲れ様でした。渋谷の公園でよかったです。ありがとう、会いに来てくれてありがとうね。今日本当にこんばんは。とても楽しかったね。楽しかったですね。私も今日なんか今日はすごくいつもより楽しめた気がしました。公演自体をよかった。こんばんは。まあ昼公演はね、リコちゃんの生誕祭ということでね、
本当にもうリコちゃんに似てて、ファンの方もすごいやっぱパワフルだったなってめちゃめちゃ思うんですけどやっぱリコちゃんってさ、やっぱすごいよね、この周りをこの元気にするこう力っていうか、周りをこう自然と笑顔にしちゃう感じがやっぱ本当にもうさすがだなっていう感じがしますね。やっぱりこんばんは。なんかね、そう見てるだけで結構本当に面白いし、結構リコちゃんのことで笑うことめっちゃあって、今日もなんかめっちゃ面白かったんだよね。なんかあったんだけど、ちょっと忘れ、エピソード忘れちゃったんですけど、やっぱリコちゃんって面白いよね。なんかさ、私すごい思うんですけどね、リコちゃんってやっぱあんなに皆さんからのイメージ的にはすごくさ、やっぱこう元気があってすごいさ面白くてみたいなイメージはそうじゃないですか。もう本当にもう STU48 の中でも一番元気みたいな、面白い存在みたいな感じのイメージだと思うんですけど、皆さんも結構そのイメージが強いじゃないですか。そうだけどこうリコちゃんってあの顔がめっちゃ可愛いんですよ。だからなんかやっぱあの なんて言うんだろうちょっとビジュアル担当みたいな感じもう本当にあのそうだと思うんですよ。そのリコちゃんってビジュアル担当でもあると思うんですよわかる？そうあの本当に顔も可愛いからビジュアル担当っていうのをすごいあのなんか忘れかけてるみたいに、忘れかけてるって言ったらちょっとあれなんですけど、 あまりにもその面白いのイメージが強すぎて、元気のイメージが強すぎて、なんかそっちの なんだろうイメージっていうかね。だけどいや、そのビジュアル担当っていうのもあるから、やっぱその二刀流っていうのかな、すごいよね本当に面白くて顔も可愛くてすごいすごいと思います。二刀流だよ。こんばんはとってもとっても羨ましいねの昼もすごく笑ったし、で夜公演はね、凛子ちゃんの卒業公演でしたけど、なんか本当にあれですね、やっぱ なんだろう今日ほんすごい感動したんですけど、本当になんかこうお手紙読んでるのとか聞いてても、愛子ちゃんがこう読んでたりね、凛子ちゃんが自分のやつを自分のお手紙を読んでたりとか後ろでずっと聞いてたんですけど、なんかすごいもうなんか心に来て、結構めっちゃねあの感動しましたね。なんか本当にうーんなんて言ったらいいんだろうな、やっぱすごいなんかやっぱ頑張り屋さんっていうか、そういう姿とかもやっぱ見てきた中で、やっぱ本当に最後なんだなって思ったら、そう本当にあっという間ですよね、卒業公演って。こんな3年半いたのにさ、卒業ってなったらめちゃめちゃあっという間なんだなっていうのを今日改めて実感したし、こんばんは。結構凛子ちゃんは私の中ではあの、そうですね、ステージ上での結構
ステージ上でのりんこちゃん結構惹かれてた部分が結構あって、結構これは僕対公演の頃から結構ずっと思ってたんですけど、なんて言うんだろうね、こうステージ上でなんかひときわすごい輝いてるというか、ひときわ輝いてて、でもう踊りとかもパワフルで存在感があって、でこう自然とこう目がいっちゃうような感じで、そう、そういったところがすごい自分の中では結構憧れのような感じだったんですけど、そう、でも逆にあのなんか表ではその見せないけど、そのたまにするあのなんか眠い顔というか眠そうな顔みたいな眠そうな、ちょっとなんか顔に力が入ってない、それこそちょっとなんか犬っぽい顔が私めっちゃ好きで、めっちゃ好きだったんですよ、あの顔が。そうだ、一応ゆるキャラみたいでめっちゃ好きだったんですよね。なんかあれのとかさ、結構ねスマホのスタンプとかあったらさ、よくない？スマホのスタンプとかであったらめっちゃ面白そう。そう、だからね、こうやっぱ卒業したらないかな、 LINE スタンプ LINE スタンプが発売されますみたいな絶対面白いと思う。なんかそういう顔のタイダーとか書いてる感じのスタンプで、やっぱりそう今日最後一緒に写真撮ったんですけど、そう最後に一緒にパンのポーズ、パンポーズしました。なんか本当にあっという間だよね。なんかびっくりしちゃう、本当にこんなあっという間なんだなって、やっぱ卒業するのって。もう卒業したらだってね STU48 じゃなくなるわけですよ。なんか本当にという間でした。もうなんか言葉にできないよね、本当になんか言葉にできない、こういうの私難しい言葉で伝えるのなんかすごい感じることはたくさんあるんですけど、いろんなこと感じるけど、こういうのって言葉にするのが難しい。だから本当に私はこの目でこう焼き付けたものをこう頭と自分の胸に刻み込んで、これからも活動していきたいと思います、お疲れ様です、お疲れ様です。言葉にできない、本当にね幸せになってほしいなって思いますね。卒業やっぱりたくさんこの3年半もいろんなことがあってね、やっぱり楽しいことばっかりじゃないからさ、そりゃもちろんアイドルの世界だけじゃなくて普通にねもう社会はそういうものだけど、でもやっぱりこう一つこう一歩踏み出すね、こう勇気を出して踏み出して、やっぱ幸せな人生が、めっちゃお腹鳴ってるごめん、
幸せな人生がね、なんか続いたらいいなって思いますね、これからも。こんばんは。あ、なんか声がカスカスになってきた。お腹の ASMR。ね、お腹の ASMR がすごい。でも今日も一日楽しかったです。ありがとうございました。いや本当に、うん、それにつきます、それにつきます。もうそれしかない。楽しかったし、笑顔たくさん、もうそれにつきますわ。ハロー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 。だってそうじゃない？もうさ、そうでしょ。だってだってそうでしょ。だってそうじゃんね。やっぱなんか何事もやっぱ笑顔でね、笑顔でやっぱいいよねってすごい思った。今日私本当に、なんか最後さ、めっちゃりんこちゃん足つってて動けないみたいな感じだったじゃないですか。なんかめっちゃファンの方とかもめっちゃ笑ってて、いやでもなんかそれがなんからしいな、らしいよなみたいな感じの、もうあーもう これこそだよなみたいな、そういう雰囲気があったんですよ。もうファンの方の皆さんの、もうこれこそ吉崎りん子だみたいな、もうそういうもうかん雰囲気があって、逆にすごいそれが最後いいなって思いました。最後の最後でそう、そう本当にね、最後の最後までそうこう笑顔をね、笑顔をなんか最後でも足痛そうだったからさ、本当にだから本人はもしかしたらそうどう思ってるかは分からないけど、でもすごくなんかなんだろう、ファンの方もすごく最後までそういうりんこちゃんで、やっぱりんこちゃんだなっていう感じになったっていう、のが。やっぱすごい、やっぱファンリンコの皆さんとリンコちゃんのこの絆というか絆っていうか、なんて言うんだろう、その信頼関係とかそういうのとかいろいろもろもろ含めて、そういうのがすごい感じて、すごい素敵だなって私は思いましたね。らしくて、なそんなね、そのやっぱそういう卒業公演だけどさ、そういうシナリオみたいな、そんなね別にいらないじゃないですか。なんかすごいらしくて、すごい良かったなって
思いました。こんばんは。本当に でも今日も一日本当にありがとうございました。あの私公園で声を聞く、ファンの方の声を聞くっていうのが多分コンサートこの間あったけど多分初めてだったかな。そう、あの解禁されてからね、そうめっちゃ嬉しかったです。だからこうありがとう、本当に本当にありがとう。コールもめっちゃ嬉しかったな本当に。皆さんもね、今日からゴールデンウィーク始まりましたけど、あのいいゴールデンウィークのスタートになったんじゃないでしょうか。今日来てくださった方は、まあまだゴールデンウィークじゃないかもしれないけど、一応ね、私もなりました。あ、そうだな、多分解禁されたんだよね。あの5月3日にある香川県である丸亀城のそうお城祭りかな、そうにあの出演することになりました。なのでそう四国のもしよければ、そう前に言ったのこれだった、そうこれだった。あのね、やっぱ四国のファンの方とか、あのやっぱ四国に来てほしいって結構なんかお話し会とかでもこう言ってくれてた方とかもいたし、そうなんかやっぱ四国になかなかやっぱちょっとこっち側には来るのが難しいって方とかもいたから、私がその四国に行けるのがめっちゃ嬉しくて、私本当に夏の研究生のツアーぶりなんですよ、行くのが四国は。だからそうなんです。だから本当に嬉しいなって思って、四国の皆さんに会いに行けるのが。からもしゴールデンウィークのもう本当に真ん中なんですけど、もし会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。前の日はスタジオもあるのでぜひそちらの方も来てください。来れる方は、待ってますので来てくだちゃい。そうだね、結構メンバーがフェスっていうか6人なんですけど、結構斬新な組み合わせのメンバー。そうなんですよ、初めて一緒にこういうフェスじゃないけどそういうイベントにこう出るメンバーの先輩とかもそうだし、のなんか組み合わせが結構斬新で、そうめちゃめちゃなんか楽しそうだなって思ってます。ぜひ見に来てください。待ってます。楽しいゴールデンウィークにしましょう。今年は、今日 MC でも言ったけどさ、あの私ないんですよゴールデンウィークの思い出というものがね、特に。
そう、なんかみんなはさ、なんかある感じだったけど、今日なんか自分だけ本当にないとか言ってさ、恥ずかしかったんですけど、ちょっと そう、でもちょっと今年はね、そう、お話し会もあるし、スタジオもあるし、まあ、スタジオはちょっとまあへずだけど、四国にも行けるってことでめっちゃ嬉しいので、皆さんぜひ会いに来てください。ということで、今日も一日皆さんありがとうございました。楽しかったですか？楽しかったです。イエ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 
ということでね、今日はちょっと早いですが終わりたいと思います。今日も一日ありがとうございました。明日はお話し会よろしくお願いします。朝からね、あるからね明日は。13位ラブリー48さん、ありがとうございます。12位ダークネスさん、ありがとうございます。11位マツくんさん、ありがとうございます。10位さよっちょさん、ありがとうございます。9位かすけさん、ありがとうございます。8位かずういさん、ありがとうございます。7位お金持ち先生、ありがとうございます。6位ギルスさん、ありがとうございます。5位やすべえさん、ありがとうございます。4位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。3位たなべっちさん、ありがとうございます。2位りょうたさん、ありがとうございます。1位はゆうけんさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。じゃあ皆さん明日お話し会よろしくお願いします。今日もありがとう、バイバーイ。明日しますね、鈴木効果計画。バイバーイ。バイバーイ。